M 型ロケット発射装置のプレート、内野浦宇宙空間観測所内野浦宇宙空間観測所は、鹿児島県肝付郡肝付町にある日本の宇宙空間観測施設、ロケット打ち上げ施設。世界でも珍しい産地に立つ、ロケット発射場である。鹿児島宇宙センターの所管であり、敷地面積は74,345平方メートル。 2007年に、ドーコモーも、ジャパン選定日本における、モダンムーブメントの建築に選ばれた。内野浦宇宙空間観測所は、宇宙航空研究開発機構の施設の一つで、科学観測用衛星の打ち上げと追跡、完成を行っている。日本国内のロケット打ち上げ施設としては、種ヶ島宇宙センターと並ぶ存在である。立地条件が、 市街地から離れ、物資輸送が便利で、東側が明け、国内で地表の時点速度が速い地域ということで、種ヶ島と共に選ばれた。前身は、文部省宇宙科学研究所付属の、東京大学鹿児島宇宙空間観測所で、JAXA 統合後に、現在の名称に改められ、鹿児島宇宙センターの主たる、 事業所である、種ヶ島宇宙センターの参加にある施設という位置づけである。最初に、糸川秀夫が、内野浦町の現地調査を行ったのが1960年10月24日で、1961年4月11日に、東京大学生産技術研究所が内野浦を、社長として選び、その後秋田ロケット実験場に続く日本で2番目の、 ロケット打ち上げ施設として1962年2月2日に寄港され、1963年12月9日に開所された。旧名称の英略は KSC でケネディ宇宙センターと同じであった。しかし、命名はこちらの方が先であるという経緯もあり、かつては元祖 KSC を名乗っていた。日本最初の人工衛星である。 オ墨の打ち上げなどアイセスが独自に開発した固体燃料ロケットであるカッパラムダミュウなどを用いての宇宙観測や技術試験天文観測衛星惑星探査機の打ち上げまたそれらの追跡完成を行っているこの観測所で最初に打ち上げられたのが ot-75 ロケット一号機で1962年2月2日に町民 約2000人と関係者、約250人が集まって取り行われた観測初期公式で祝報代わりに打ち上げられた。うちの裏では、大型ロケットの打ち上げとしては、世界的に珍しい傾斜発射を行うことを特徴としていた。これは、ロケットを早く海上に放出することで、1万1、事故が発生した場合の被害を少なくするためである。 この傾斜発射台は、イプシロンロケットでは不要なため、通常の垂直発射台に改造された。契約400機が打ち上げられている。衛星が、丘からの長望左にミューセンター台地、中央にコントロールセンター、右に34メートルパラボラアンテナと曲射が見える60センチメートル反射式。天体望遠鏡は、日本工学工業製 衛星追跡用として開発が行われたもので、国内では珍しいグレゴリアン式反射望遠鏡となっている。弱 a サ,サイト内に見られる、ウチーさんとは、東観測所の34メートルアンテナのことである。台風銀座に建設されたため、強風時の運用において優れている。多くの建物が1970年代のもの、もしくはそれに改修を加えたものであり、 設備も古く1970年代の完成装置を2006年初頭まで運用していた。完成室内で雨漏りまでする状態であったが、その箇所から機材を遠ざけるなどして対処していた。1997年のミューファイブロケット1号機の打ち上げ直前に、アメリカ航空宇宙局の宇宙科学局長である。 ウェズリー・ハントレスらが視察に訪れた際には、マリリン・モンローが、不老者の服を着ているみたいだと老朽化した施設、設備を嘆いたという。文部省時代には敷地に、フェンスは存在しなかったが、宇宙航空研究開発機構が発足して、半官半民の組織となったため、施設管理がシビアになったことと、宇宙観測機の打ち上げ等で人的被害が出ることを、危惧して対応が行われた。 敷地内には、糸川秀夫博士生誕100周年記念銅像と、おおすみ、記念碑が並んで設けられている。記載の場所以外でも打ち上げに上空を飛ぶロケットを見る、ことは可能。衛星打ち上げロケット観測ロケット。ありがとうございます。